横浜港のクルーズ船で昨日新たに99人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。感染者は増え続けていて、厚労省は船内の感染リスクの管理がうまくいっていないケースがあり得るとしています。厚生労働省によりますと、クルーズ船ダイヤモンドプリンセスで新たに504人を検査したところ、日本人43人を含む99人が陽性と判定されました。このうち70人は熱や咳などの症状がないということです。これまでに横浜港に到着したときに乗っていたおよそ3700人のうち、延べ1723人が検査を受け、454人の感染が確認されました。持病など別の病気の人も含めて60代から80代の男女20人が重症だということです。厚労省はクルーズ船の感染者が増え続けていることについて、船内の感染リスクの管理がうまくいっていないケースがあり得るとしていますが、感染の拡大を食い止めるための新たな対策は打ち出せていません。